宿命的に見えることは何かっていうことをテーマにしなきゃダメだっていうことだね。ビデオっていうのは本来私が見るっていう意味だったそうなんですね。自分を自分が見ているっていう、見る見られる関係を構造化しながら言語学との関係も含めて検討した作品なんですね。何にもしないでも映像が変化していくと。ビデオメディアの特性は長く撮ることなんだ。管理のメディアであると。映像も含めて関わっていかないといけない。発見を触発するようなあのものが生まれてくる。